人の関節は動くためにできているので、フライト中ずっと同じ姿勢でいるのは体が固まってしまって血流も悪くなるので良くないんです。時々座席から立ち上がって通路を少し歩くだけでも随分いいと思いますし、気が向いたらストレッチをするのもおすすめです。立ち上がって伸びをしたり、足や体全体の大きなストレッチも続けてします。座ってできるストレッチはスペースが限られているので、まず最初に肩や股関節などをさすることから始めます。肩というより胸の前のあたりをさすりますね。映画を見ながらでもできますし、テニスボールかゴルフボールを持ち込んで足の裏をコロコロとマッサージするのもいいと思います。